エアランゲン、または、エルランゲンは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、ミッテル・フランケン行政管区の軍独立市である。この町は、大学都市であり、エアランゲン兵士スタット軍の軍長所在地である。エアランゲンの人口は1974年に10万人を超え、大都市となった。本市の人口は112,528人で、バイエルン州に8つある。 大都市の内最小の市である。エアランゲンは、ニュルンベルク、フュルト、シュバーバッハと共に、バイエルン州に3つある大都市地区の1つを形成している。本市は、周辺地域とともに、ドイツに11ある欧州大都市圏の1つである、ニュルンベルク大都市圏を形成している。ニュルンベルク、フュルトと共に、ニュルンベルク人口集中地域の中核をなす。 都市トライアングルを形成している。歴史を大きく遡ると今でも近くできる街の要素が1685年の南都の直例撤回後のユグノー京都の定住地である。現在この街は特にフリードリヒ・アレクサンダー、大学エアランゲン・イルンベルクと技術コンツェルン・シーメンスで知られている。エアランゲンはミッテル・フランケン・ボンチ終焉部のレグニッツ川沿いに位置している。 この川は市域を南から北に向かって流れ、町をほぼ同じ広さの二つの部分に分けている。町の西部に、レグニッツ川と平行に、マインドナウンガが設けられている。内市街の北側で東から流れてきたシュバーバッハ川が市の南で西から流れてきたミッドレーデアウラハ川がレグニッツ川に注いでいる。エアランゲンと近隣の大都市との位置と距離を示す。距離は、 町の中核武漢の直線距離である。距離は、各都市の中心部への最適な道路距離である。北から時計回りに、以下の市町村あるいはそれに属さない地域が、エアランゲン市と境を接している、市町村に属さない、マルク地域、メーレンドルフ、ブーベンロイト、マーロフシュタイン、シュパールドルフ、物件豊富森林地域物件豊富の森、ニュルンベルク、フィルト、 オーバーミヒエルバッハ、ヘルゾーゲンはウラハ、ヘスドルフ、エアランゲンは公式には9つの市区と40の統計区域からなっている。この他に、地域は、党規模、測量法上関連した12のゲマルクングに分けられるが、その境界は、統計区域のそれとは、かなり異なっている。ゲマルクングと統計区域の一部はかつて独立した町村であった。一方、それには、 新しい住宅地も含まれており、宿命としてその名称が用いられてもいる。しかし伝統的で主観的に認識されている教会は公的に取り決められた教会から逸脱している場合が多い。宿と統計区域宿と統計区域地図、ゲマルクングゲマルクング地図やランゲン氏は以下のゲマルクングからなる。習慣的に用いられている歴史的な地名がいくつかあるが、これらは 公的には用いられない。例えば以下のものがあるエアランゲンは海洋性気候から大陸性気候への移行部に位置している。この町は他の大陸性気候の町と同様に比較的降水量が少なく年間平均気温は摂氏8.5度と比較的暖かである。特にブルクベルクが町の中核地域を北極付近の冷たい空気から守っている。 これに対して、レグニッツ川付近ではしばしば霧が発生する。戦死時代から古代コスバッハの祭壇戦死時代のバイエルンでは、南北に通っているレグニッツタールは古くから、重要な役割を担っていた。シュパールドルフでは、オードの中からスクレーパーが発見された。これは、グラベット文化、すなわち、約2万5000年前のものと推定された。比較的痩せた土壌であるため、 エアランゲン地域では新石器時代の終わりに、やっと農耕とそれに伴う集落が形成されたことが示されている。この時代から、市の北側、マルクフォールストのエアランゲンの標識石が作られた。これは、コッツツボ埋葬文化時代に墓地の囲いとして再利用された。1913年に調査がなされたゲマルクング、コスバッハの紛糾から、 コッツツボ埋葬文化及びハルシュタット文化、ラテーヌ文化時代の遺物が出土した。丘陵のふもとには、ハルシュタット時代後期のいわゆるコスバッハの祭壇が設けられていた。これは四角形に石を配置し、四つの角と中央に直立した柱を暗示する石を置いたもので、他に類のない形態をしている。この施設の復元が、この場所で見ることができ、中央の見張り像は、 エアランゲン市立博物館に展示されている。エアランゲンが初めて記録された1002年のハインリヒ2世の文書エアランゲンは1002年の文献に初めて名前を挙げて記録されている。この地名の由来は明らかでない。アーランとアンガーが一体化したものという強度研究家の説は地名研究家の指示を得られていない。ドイツ王夫2世は976年に ホルヒハイムの聖マルティン教会をその付属する諸々と共にビュルツブルグ司教区に寄進した。ハイン・リヒ2世は1002年にこの寄進の正当性を確認し、これを司教区から新たに設立されたハウク修道院に関することを許した。オットー2世の文書とは対照的にこの文書には付属するものが承述されている。この中に ラーデンツ川に位置する B 社アーランウンも記載されている。当時、バイエルンのノルト川、西はレグニッツ川まで、北はシュバーバッハ川まで広がっていた。ビラエランゲンはこの境界の外側に位置したはずであり、現在のエアランゲン級市街はこれに当たらない。レグニッツ川の西に位置し、現在はエアランゲンに統合されている。 アルトイコールエアランゲンの他にエアランゲンという集落名はドイツでは2つと存在しないのでアーランニンパゴラトンツガーという記述はコエアランゲンを意味していると考えられるこの文書は別の証拠をも提供しているハインリヒ二世は1002年にこれに加えてレグニッツ川の東に位置する別の地域も寄進したシュバーバッハ川の川口から東に1マイル この河口からレグニッツ川の上流及び下流に、それぞれ1マイルがその土地である。この2平方マイルの土地は、距離と2本の河川の名称で記述されているだけで、集落との関係は記述されていない。この土地は、B 社アーランを含む聖マルティン協会の付属の土地は、無関係である。従って、聖マルチンの土地と、マイレンクアドラートとは、空間上。 分離されて存在していたと考えられる。2平方マイルという広さは、当時の村落が必要とした広さとおおむね一致する。この文書作成時に建設中であった、この寄進で言及されているレグニッツ川東側の開墾入植地が、他の場合と同じように、母体となった集落の名前を引き継いだと考えることで、この推定は補強される。新しい入植地は、 西向きの洪水の心配がない、現在のハウプト通り、シュール通り、ラザレット通りに囲まれた三角形の砂丘の上に建設された。わずか15年後の1 0 1 7年に、ハインリヒ2世は、聖マルティン付属地を新たに設けられたバンベルク市教区に関する交換協定を通告した。この状態は1361年まで存続した。この間、 この集落の名前は資料に散発的に現れるだけであった。1063年8月20日、公軍中のハインリヒ四世は2つの文書にアクトムエアランゲンと記している。このことから郷土シアはエアランゲンは1063年にはハインリヒ四世が多くの諸公や司教を伴って滞在できるほど、その規模において重要な町となっていた、すなわち、 王の宮廷所在地であったと推測した。この王宮は、バイロイター通り八番地の辞書にあったと考えられた。王領は、その後マイレンクアドラートの南に移され、1002年の文書で言及されることなく寄贈されたのであろう。他にもこうした施設の文献的証拠がない場合がある。おそらく、ハインリヒ4世は、新しいエアランゲンを記述したのではなく、古い、 B ーシャーランを記録したのであった。南から北への谷の通りは、ブルック付近でデレグニッツ川の左岸に渡り、北のアルトエアランゲン、クラインゼーバフハバヤースドルフ方向へ向かっており、エアランガーブルクベルクの征服を助長することはなかった。エアランゲンはもっぱら、市教が財政難のために仕入れするときにのみ言及された。この村が、どのように発展していったかは不明である。 1348年の司教の土地大帳にある、グラザナーランという記述が、司教の村が元の B 社アーランを凌駕したことを示す証拠である。1730年頃のエアラン現城再1361年12月に、皇帝カール4世は、バンベルク司教、ルポルト・フォン・ベーベンブルクから、エアラン現村を、すべての権利、付属する動産及び、 不動産と共に2225フントヘラーで購入し、米面王国の霊園である、ノイ米面と呼ばれる地域と統合した。この村は、米面王の下で急速に発展した。1367年、皇帝は3日間エアランゲンに滞在し、帝国林における放牧権をエアランゲンの住民に与えた。1374年には、カール4世は、 エアランゲン住民に7年間の免税権を与えた。同時に市場開催権も授与した。おそらく1361年以後の早い時期に新しい漁師は獲得した所領の運営を行うために集落の西にエアランゲン要塞を建設し、ここに住んだ。ベンツェル王は貨幣鋳造所を建設し、1398年にエアランゲンを主とした。 そのために残りの特権を授けた通行税の徴収権、パン屋や肉屋を含む商店の建設、私壁の建設である。2年後の1400年に選定校はベンツェルを再選しなかった。ベンツェルは資金不足のため1402年にエアランゲンを含むフランケンの所領を義兄弟にあたるニュルンベルク城白与藩三世に売却した。フランケンの白白白の所領分割により、 エアランゲンは、オーバーベルギシャー工領、後のバイロイト高領に含まれた。エアランゲン効果は、鋳造マイスターが、貨幣偽造で、ニュルンベルクで処刑されたため、廃止された。フス戦争により、この小都市は1431年に初めて、完全に破壊された。アルブレヒト・アヒレス編境博のニュルンベルク市に対する、戦線布告で1449年に第一次。 辺境白戦争が起こった。アルブレヒト軍はこの帝国都市を完全に包囲することができなかったため、ニュルンベルク軍は辺境白の都市や村を繰り返し攻撃し、荒廃させた。都市が復興するとすぐに、バイエルン・ランツフートコールートビヒは1459年に辺境白を攻撃した。エアランゲンは今度はバイエルン軍による奇襲と略奪にさらされた。 その後この町は復興した。1525年のドイツ農民戦争ではエアランゲンは被害を免れた。1528年の宗教改革の影響も穏やかに過ぎ去った。しかし、1552年にアルブレヒト・アルキビアデス編教博が第二次編教博戦争を引き起こし、エアランゲンはニュルンベルク軍に攻撃され一部が破壊された。 皇帝カール5世はアルブレヒトに対して帝国アハト系を宣言し、ニュルンベルク領のエアランゲンを自らの直轄に遺憾した。アルブレヒトは1557年に死亡した。その後継者、ゲオルク・フリードリヒ一世は、クルムバッハ皇領に関する皇帝の財産の摂収を願い出て、早くも1月後には再び統治を始めた。彼の統治下で、 この町は戦争の被害から立ち直り、30年戦争が進行するまでわずらわされない状態が保たれた。この時代の町や、そこに住む人については、ほとんど伝えられていない。1129年に、本ンゲン貴族家の構成員が証人として文献に登場する。1288年にもこの名を持つ証人が登場する。彼らはおそらく、 グリュンドラ派のミニステリアーレであった。この家門は、グリュンドラ派の陪身霊園として、エアランゲンやその周辺に多くの所領を有していた。何度も文献にその名が登場するにもかかわらず、家計をたどることはできない。15世紀初めにこの家計は断絶した。1328年の寄進上には、ハイン・リヒレ・レアオルト・スミットが住む農場が記載されており、 20年後の1348年の司教の土地台帳には、利息の支払い義務を有する土地所有者7人の名前が記されている。1497年のゲマイナープフェニヒのリストに、この町の人口が92個、成人212人と記されている。1個あたり1.5人の子供がいると仮定すると、この町には約350人の住民が住んでいたことになる。 この数値はその後もほとんど変わらなかった。1528年の土地台帳には83人の納税義務を課された個種が記されており、1567年のトルコ税リストには97人の個種と5人の貢献付きの子供が記されている。通りごとに整理されたすべての個種の完全なリストは旧市街の司祭、ハンス入り日によって1616 16年に 作成された。この30年戦争が始まろうとしている時代に、この町には118個、約500人が住んでいた。エアラン原球市街は繰り返し完全に破壊された。最後は1706年の火災によるものであった。北シュタットマウアー通りの死壁の一部と、キューバーートハウスの1階裏側だけが中世後期の時代にまで遡ることができる。 道路の構成を含む都市景観は1706年の大化後に新しく設けられ1797年の行政改革まで存在した独自の行政機関クリスティアン・イコール・エア・ラングが策定した規則的な道路スキームに忠実に従って整備された。シュール通り、ラザレット通り、アトラー通りだけが旧来通り残された。深く掘られた地下倉庫は 破壊や火災をほとんど無傷で乗り越えた。これらの上に新しい建物が建設された。このため、1988年から、郷土歴史協会の依頼で二人のエアランゲン建築家が、旧市街の地下倉庫を測量している。同じ頃、エアランゲン都市考古学会は、市立博物館の中庭で発掘調査を行った。両活動によって、中世後期から、 金星の街の広範な様子が得られた。1686年、新市街の創設30年戦争後、この小都市は比較的早く復興された。早くも1655年12月2日に、教区教会が聖三味一体教会という名称で建造された。1685年に、フランス王イ14世が、なんとの直令を撤回して、反対派から、 ユグノー教徒と呼ばれたカルバン派進化の1598年から続く信仰の自由が失われたことで状況が変わった。これにより約18万人のユグノー派亡命者の波がオランダ、ブリテン島、スイス、デンマーク、スウェーデン、ドイツのいくつかの両方へ押し寄せた。宗教難民の少数はロシアへ、あるいはオランダやイギリスの植民地にまで達した。 クリスティアン・イエルンスと辺境博もこの状況を利用して30年戦争の結果荒廃した自分の両方に居住する権利を与え、その入植者によって近代産業を推進して重症主義経済に対応しようとした。これによって彼は両方内にカルバン主義を受け入れ、その宗教活動を容認したドイツで最初のルター派諸公の一人となった。 1686年5月17日に最初6人のユグノー教徒が到着し、その後約1500人がこれに続いた。この他に数百人のワルド派も流入したが、定着できず、再び移っていった。どれほどの難民が流入するかの予測がつく以前から、辺境博はエアランゲン旧市街の南に法的に独立した町として、ノイスタットエアランゲンと呼ばれる。 小都市を建設することを決めていた。都市建設者と呼ばれる栄誉への欲求は典型的な絶対主義の流儀で自国経済を促進するという合理的な動機と結びついていた。ヨハン・モーリッツ・リヒターによるノイ・シュタット・エアランゲンの現存する最古の設計図新しい街はニュルンベルクに往来する最も重要な広域通商路の一つに面した極めて有利な場所に位置していた。 特定の産業のために近くのレグニッツ側から運河を引いて水を得ようとしたが砂地のために失敗した。辺境博の上級建築家ヨハン・モーリッツ・リヒターはゴールデン・シュニッツを利用して一見シンプルだが実際には極めて差別化され技術的要求度の高い平面図に基づき理想的に構築された計画都市を設計した。長方形の都市は不均等な 広さの二つ広場を廃し、対象軸として拡張されたハウプト通りと中核支部を内包するグランデルーによって特徴を付けられる。グランデルーは閉じた角が直角で構成されており、ヒンジのように機能して都市全体に強度と一体感をもたらしている。設計が示す通り、それぞれの建物が異なった外観を持つのではなく、都市全体の一体感が優先された。現在も、 歴史的中核部は統一された比較的装飾の少ないファサードを持つ3階から4階建ての建物が通りに軒側を向けてまっすぐに並んでいる。都市の建設は1686年7月14日にユグノー派協会の礎石を設置することから始まった。最初の都市には計画された200件のうち50件が完成した。ユグノー教徒の流入は 計画に満たず、フランスへの帰還を阻んでいたスペイン継承戦争後に、平和条約が結ばれたことで1715年以降、難民のメンタリティから移民のメンタリティに変化したことや、フランスを相手にした1688年から1697年のプファルツ継承戦争で最高司令官となった、辺境博が彼らを雇用したことで、さらなる拡張が停止した。 1700年から辺境白の上巻が建設され、エアランゲンの旧帝都市への発展が起こり、6つある首都の一つとなったことが新たなインパクトを与えた。1706年8月14日、大火により、エアランゲン旧市街のほぼ全域が破壊された後、新市をモデルにして、直線化された道路や広場に、3階建てのやや個性的な家屋形式で復興がなされた。 隣接する二つの計画都市から形成されたエアランゲンはヨーロッパの理想都市の歴史においてもユニークな特例である。本来はより古く1812年までは独立して運営されたエアランゲン旧市街は建築史的にはエアランゲン新市街よりも新しいのである。1721年の新旧エアランゲン及びその周辺地域地図1701年から創設者に ちなんで、クリスティアンイコールエアラングと呼ばれた、新市街は、ユグノー教徒の移住地というだけでなく、ルター派の人々やドイツ改革派の人々にも、ユグノー教徒と同様の特権が与えられた町であった。1698年、エアランゲンには1000人のユグノー教徒と317人のドイツ人が住んでいた。しかし移住者であるユグノー教徒は、ドイツの町ではフランス語を話す少数派であった。 フランスの影響はその後の時代に払拭された。ユグノ教徒の教会でフランス語による神事が行われたのは1822年が最後であった。バイエルン王国時代アランゲンは1792年にバイロイト公領と共にプロイセン王国領となり、1806年のイエナ・アウエルシュタットの戦いでのナポレオンの勝利によりフランス支配下の権となった。バイロイト公領は 1810年2500万フランで同盟関係にあったバイエルン王国に売却された。旧首とそれまでクリスティアンイコールエアラングと呼ばれていた新市は1812年に一つの市に統合されエアランゲンという名称を名乗った。その後この町とそのインフラは急速に拡充された。特にルートビヒドナウマインイコール運河と鉄道の開通および弊社や 大学の開設が街の発展に大きな刺激となった。1818 18年のバイエルンの地域再編によって、この街は独自の行政権を獲得した。これは後にクライスフライと呼ばれるようになった。1862年にエアランゲン権が設けられ、これからエアランゲン軍が成立した。バイマル共和国時代第一次世界大戦後の高いインフレ賠償金の支払い。 世界経済危機がエアランゲンにおいても労働者志向の政党である NSTP、DNVP、KPD へと人々を借り立てた。二階級社会が形成され、工業進出によりさらに強化された。市議会選挙、地方議会選挙、国会選挙では当初はスピードが40%程度の比較的安定な多数を保持した。これに反発したのが中間層、 大学、公務員などの中道及び右派勢力であった。NSTP は1924年から市議会選挙に参加し、1929年からドイツの高等教育社会内で初めて大学の学生指導者を支配した。当時、これが国家社会主義と反民主主義の中心となった。多くの学生や教授が国家社会主義の精神的パイオニアとなった。 1930年からは世界経済危機によって引き起こされた大量失業に煽られて政治状況がエスカレートした。右派や左派のグループによるデモ行進や市街戦が起こった。NSTP への強い流れにもかかわらず、1933年3月の国会議員選挙ではスピード化34%の票を獲得して勝利した。 国家社会主義1933年の文書の記念プレート NSTP の権力掌握後、エアランゲンでもユダヤ人商店に対する不買運動が起こり、ユグノー広場にあったユダヤ人の教授でエアランゲン名誉市民であったヤーコップヘルツの記念碑が既損、破壊され、著書が燃やされた。NSTP に支配された市議会は帝国宰相ヒトラー帝国大統領ヒンデンブルク。 ガウシドウシャシュトライヒャーを名誉市民とし、ハウプト通りをアドルフ・ヒトラー通りと改名した。水晶の夜、エアランゲン、バヤーアースドルフ、ホルトのユダヤ人家族が、当時の視聴者の中庭に集められ、侮辱され、その住居や家具が一部破壊され、略奪された。女性と子供はベールミューレに、男性は副裁判所の監獄に入れられ、後に、 ニュルンベルクの監獄に連行された。その後はドイツを出国することは許されず、強制収容所に送致され、ほとんどがそこで死亡した。1944年に市は有電フライを宣言した。ただし、警察署長によって保護された反ユダヤ人が終戦までいた。アカデミー階級は大部分が国家社会主義を支持し、大学の表だった抵抗はなかった。 健康、保護施設では強制元首や国家社会主義による安楽死殺害の患者の選別が行われた。1940年から戦争捕虜や強制労働者がエアランゲンで軍需産業に従事させられた。1944年にはすでにエアランゲン住民の10%がこうした人々になっていた。バラックの収容所やそこでの取り扱いは 非人道的であった。エアランゲンは国家社会主義の歴史の総括を1983年に私立博物館に展示したバイエルン州で最初の都市の一つである。同じ年にアドルフ・ヒトラーとユリウス・シュトライヒャーはもともと死亡と共に執行していた名誉市民号を決別を象徴する行為として改めに公的に剥奪された。 第二次世界大戦後、第二次世界大戦でアランゲンは爆撃によって4.8%が破壊された。445棟の住居が後方なく破壊された。圧倒的なアメリカ軍の侵攻により、1945年4月16日に、この町の防衛指揮官であったベルナーロルレベルク、国防軍中座は戦闘することなく降伏した。この町は損失ばかりが、 大きい石が一戦のような望みのない戦いを回避できた。最後まで国家社会主義体制に属したロルレベルク自身はその日のうちにレグニッツ川の河川敷へ向かいそこの水車施設をなお守備していた友軍を説得した後で死亡した。彼に同伴して現地に赴き、戸外で待っていた警察官の証言によるとロルレベルクが建物を出ようとした際に一発の 銃声が聞こえたという。ロルレベルクが降伏を受け入れた友軍に依頼して、自らを射殺させたのか、自殺を遂げたのか、あるいは友軍や警察官に殺されたのかは明らかでない。エアランゲンには彼を追悼し、その名にちなんで命名された、ロルレベルク広場がある。広場に設置されたロルレベルクに関する案内文は、彼の死によってエアランゲンは全滅を免れたとだけ説明している。 ニュルンベルガー門を描いた1900年頃の絵葉書記師の依頼により、まずアメリカ軍戦車が最後に残っていた指紋に甚大な損傷を与え、その直後に爆破した。これにはおそらく通過するアメリカ軍と同じく通路が比較的細いためにこのバロック様式の門が通行の障害になっていると感じていたハウプト通りにあった。 企業オーナーの要請もあったものと考えられている。他の指門は19世紀にはすでに解体されていた。1972年の軍及び市町村再編によってエアランゲン軍は平室とアンデアイシュ軍と統合された。エアランゲン自身は軍独立市の地位を保持し、新しい軍の軍長所在地となった。周辺町村を合併して市はかなり拡大し、 1974年に人口10万人の基準を超えて大都市となった。エアランゲンは2002年に千年祭を祝った。この町は2009年5月25日に多様性の町の称号を授与された。これは連邦政府主導で2007年に組織された連邦家族、高齢者、女性、青少年省、連邦内務省、連邦政府の移民、難民、 統合担当代表者の枠組みによる地方自治体の文化多様性に対する取り組みを強化するためのものである。また、エコノミーとエコロジーのバランスを取る、極めて成功した政策に基づき、エアランゲンは1990年と1991年に自然、環境保護の連邦主とという称号を得た。ドイツで最初の受賞者として、また最初の地域団体として、 この町は1990年に国際連合環境団体の栄誉リストに登録された。人口との比較で平均以上に多くの医薬品、医療技術機関や企業が立地していることを背景に、1996年にジークフリート・バライスは上級市長に就任する際、2010年までにエアランゲンを医学研究、医薬品製造。 医療サービスの連邦首都に発展させるビジョンを公表した。第六狙撃大隊を記念したイエーガー記念碑18世紀になるまで返京博の兵士はエアランゲン出兵の際には個人の館に宿営した。1810年にバイエルン王国に移管された後、主に経済的な理由から兵舎の開設に向けて何度も努力したが成功しなかった。 1868年に軍役と訓練を同時に行うオプション付きの一般兵役義務制度が施行され、弊社は都市や大学にとって死活に関わる要素となった。新たに単元がなされ、1868年3月12日に第6狙撃兵大隊がヤランゲンに配置された。バイエルン軍は市内の様々な建物に宿泊し、現在のテアター広場を演習に利用した。 さらにマイバルトに射撃演習場が設けられた。1877年、ビスマルク通りに最初の兵舎が完成した。翌年、狙撃兵大隊に代わって、バイエルン王国第五不評連隊ヘッセン大公の第三大隊が入営した。1890年に第19不評連隊全体が駐屯することとなり、不評兵舎と連兵場の建設がなされた。 1893年に、連平城の北西閣に、バラッケンカゼルレメントが建設され、1897年から、軍の病院として用いられた。1901年10月1日、第10野戦砲連隊がこの町に配置され、そのために、野戦砲大兵舎が設けられた。この頃の市、の人口は約24,600人であったが、学生が1,160人。 兵士は合わせて2200人であった。住民たちは特に1870年、1871年のフランスに対する軍事的成功後、兵士たちを高く評価した。第一次世界大戦でバイエルン第五不評師団霊下の二つのエアラング連隊は西部戦線で戦った。3000人以上の兵士が命を落とした。戦後もエアランゲンは兵舎所在地の状態を保持した。 ベルサイユ条約が兵士を10万人まで削減することを規定したため、新たに組織された国防軍第21不評連隊の教育大隊だけが本市に止まった。国家社会主義の時代、1935年に一般徴兵制度が復活し、国防軍の軍備拡張がエアランゲンにおいても軍事施設の大きな拡張をもたらした。様々な不評部隊が次々に駐屯する。 ラインラント兵舎、1937年から第25気候連隊が駐屯する気候兵舎、食料補給所、弾薬、武器倉庫、さらにはテネンドウ近郊のライヒスバルトに連兵場が設けられた。1945年4月16日のアメリカ陸軍第7軍の入場はエアランゲンにとって第二次世界大戦の終結だけでなく、 ドイツ軍駐屯地の終焉をも意味した。アメリカ軍部隊が破壊されずに残った軍事施設を接収し、1950年、1951年の第7軍再開以降、少なからぬ拡張がなされた。フェリス兵舎は128ヘクタール、兵士や関係者の居住地域は8.5ヘクタール、テネンロー連平上は3240ヘクタールという規模になった。 1980年代には平均で約2500人の兵士と1500人の関係者がエアランゲンに駐留していた。エアランゲンの住民たちは初めから複雑な気持ちでアメリカ人たちと接していた。冷戦時代の防衛機能や駐留に関係した職場といった点では歓迎されたが、兵士と民間人との間で衝突が頻発し、様々な活動が常に 争いの種となった。最初の公然とした抵抗は、ベトナム戦争の期間に起こった。核兵器の存在が推測されたテネンドへの演習地や射撃練習場、ライヒスバルトの弾薬演兵号が避難の的となった。アメリカ軍演習地の森林管理官を長年に、渡って務めたヘルムート・ホルネーバーは1993年に、アメリカ軍がいかに模範的に森林を保護したかを、 言明した。多くの問題を抱えたことから、1980年代には、すでに弊社を市内から移転させることが検討された。1989年に、東西ドイツ国境が解放されると、撤退が間近であることの兆しが濃厚となった。1990年、1991年に、エアランゲン駐留部隊は、湾岸戦争に派兵された。 この戦争終了後、駐屯地の解消が始まり、1993年7月までに完了した。1994年6月28日にこの土地は公式に連邦に移譲された。これにより、126年にわたるエアランゲンの軍事都市としての歴史は幕を閉じた。エアランゲン大学の創設者、フリードリヒ編境白新市街の建設についで、 エアランゲンの発展に決定的であった2番目の出来事が大学の開設であった。すでに宗教改革の時代にはこれにつながる計画があったのだが、1742年に初めてブランデンブルクバイロイト編教博フリードリヒが宮廷都市バイロイトに大学を設立し、早くも1743年にエアランゲンにこれを移転した。乏しい資金で作られた施設は当初教官を 得られなかった。ブランデンブルクアンスバッハバイロイト編境博、カール・アレクサンダーの時代に、潤沢な経済基盤が形成され、学生数は徐々に増加していった。しかし、学生数は200人を超えず、編境博量がバイエルン王国に編入されたことで、約80人にまで減少した。王国で、唯一のルター派進学部であったため、かろうじて閉鎖の危機は回避された。 ドイツの他の大学と同じように、1880年代、半ばに躍進が起こった。学生数は、1869年、70年冬、学期末で374人となり、1890年には1000人に、達した。創設初期には、法学部の学生数が先行したが、バイエルン時代の初めからは、進学部が最も人気であった。 1890年になって医学部がこれを追い越した。正規の教授数は1796年の20人から1900年には42人まで増加した。このほぼ半数が哲学部に席を置いていた。ただし自然科学もその一部であった。自然科学は1928年にやっと独自の学部となった。2011年、12年の冬が紀元在。 5つの学部合わせて生徒数約33,500人、講座数312、教授数293人である。これにより、エアランゲン大学は2011年、12年冬、学期の始め時点で初めてドイツの12大大学の一つに加わった。1897年に初めて女子に入学が許された。最初の学位授与は1904年に行われた。 大学の創設者であるフリードリヒ編教博と中高の功労者であるアレクサンダー編教博にちなんでこの大学はフリードリヒアレクサンダー大学を名乗っている。現在はエアランゲン大学本部が入居しているエアランゲン城上官庭園を付属した編教博の上官は1818 18年に大学の所有となった。19世紀後半から上官庭園の周囲に 多くの大きな大学の建物が建設された。コレギエンハウスや大学病院などがこれにあたる。大学は建物の損害が比較的少ない状態で世界大戦を切り抜けた。アメリカ占領軍により行われた避難地下により戦後、数多くの大学教師が悲鳴された。この空席には旧ドイツ東部領土からの教授が補充された。 これは主にプロテスタントの教員からカトリック多数への変化をもたらした。戦後、学生数のみならず、講座数もさらに拡大した。エアランゲンに移転したシーメンス AG との共同作業は、さらなる拡充に決定的な刺激を与えた。特に技術、自然科学系学部のための南キャンパスの建設などである。1961年には、 ヒンデンブルク大学ニュルンベルクが経済社会学部として1972年には教育大学が教育学部として統合された。これ以後大学名はフリードリヒ・アレクサンダー大学エアランゲンニュルンベルクと改名された。1960年代の学生運動はやや遅れてかなり弱体化してエアランゲンに及んだ。 エアランゲン氏に合併した、かつて独立していた町村は、以下の通りである。特に1972年の市町村再編は、エアランゲンが1974年に人口10万人を超えて公式に大都市となることに大きく寄与した。エアランゲンの人口生中世から近世にかけて、エアランゲンには数百人が住んでいるだけであった。数多くの戦争、薬病、飢餓が、 人口増加をゆっくりとしたものにしていた。30年戦争による破壊の結果、1634年にこの集落は完全に荒廃した。エアランゲンは1655年になって、やっと人口500人となり、戦前と同じレベルに回復した。1708年3月8日、エアランゲンは両方第6の主要都市に昇格した。人口は、 1760年までに8000人を超えた。1770年から1772年までの強作により、1774年の人口は7724人にまで減少した。1800年までに人口1万人に達したが、ナポレオン戦争の結果1812年の人口は8592人に後退した。19世紀の間に、 人口は倍増し、1890年の人口は17,559人となった。多くの合併により、1925年までに3万人、1956年には倍の6万人に達した。1972年の軍及び地域再編によって、1974年の本市の人口は10万人を超えて大都市となった。 宗教統計2016年12月31日現在、人口の28.6%が、福音主義、28.1%が、ローマイコールカトリックを信仰している。43.3%は、他の宗教を信仰しているか、または無宗教である。福音主義教会ルター派、アルトシテッター教会ルター派、ノイシテッター教会ユグノー派教会アランゲンの、 住民ははじめはビュールツブルグ市教区に、1017年からはバンベルク市教区に属した。1528年に市長と市議会は初めてルター派の牧師を指名し、これにより宗教改革がなされた。エアランゲンは長らく福音主義の町であった。1686年にクリスティアン・エルンスと辺教博がフランス人宗教亡命者のために建設した紳士は、 改革派の町となった。このフランス改革派の町は、1686年から、ドイツ語圏のスイスやプファルツからの改革派難民が、住み着いたことから1693年に、ドイツ改革派協会も組織された。エアランゲンの福音主義協会は、1802年に、プロイセン州務局アンスバッハの下部組織となり、市がバイエルン王国に移管されたのに伴って、 バイエルン福音ルター派協会の一部となった。これは当初ルター派と改革派を包含した。同時にエアランゲンはすべての協会組織を統括する協会監督官の所在地となった。バイエルンの改革派協会は1853年に独自の協会会議を開催し、1919年に正式にバイエルン福音主義協会から分離した。 これイモバイエルンには二つの福音主義地方協会が存在する。バイエルン福音主義ルター派協会とラインウガンバイエルン福音主義改革派協会で、後者は1949年以降、バイエルン福音主義改革派協会と称している。ドイツ改革派協会と旧フランス改革派協会の統合により、1920年以降や乱言には、 改革派協会は一つだけになったが、ルター派協会は多く存在する。ルター派協会は現在エアランゲン教区監督管区に属す。これは領収派のための監督区として創設されたが、1919年からはルター派協会のみがこれに属している。これはニュルンベルク協会クライスの一部である。エアランゲン改革派協会は、 福音主義改革派協会バイエルン及び北西ドイツ福音主義改革派協会会議の一部である。これは協会会議連合クシーに属す。ルター派協会には特別な形態の協会として独自の神事や宗教サービスを行う地方協会が存在する。アリア組織は1993年から存在している。この組織は ブルックのカリスマ運動をめぐる対立から成立した。アリアは当初はエルランゲンでイアミ・エム・ウフ・ブルックの略であったが、現在ではイングジャートレビンスナ、イノベイティブ、アンステケンドの意味であるとされている。この組織は協定により地方協会と結びついているが、財政上及び組織上は共同生活のように独立している。アリアは宗教プロジェクト、 レーベンスワルトによって2002年にイークから新興のファンタジー賞を授与された。この他にエアランゲンにはフックゼンガルテンに自由福音主義協会オイセラーブルッカー通りに福音主義自由協会が存在する。1984年にテネンローエでゲマインデアムベッタークロイツが結成された。これは自由協会プフィングストゲマインデン連合及び プフィングスト運動に属している。ゲマインデアムベッタークロイツには、キリスト教ボーイスカウト団のエアランゲンにおける、本体である、ロイヤルレンジャーズが属している。カトリック教会宗教改革以前教土シアは、長年にわたって、エアランゲンの最も古い教会は、最初の文献記録が残されている1002年よりも、何世紀も前からマルティンスビュールに立っていたと、信じていた。 この説には裏付けとなる、いかなる根拠もない。現在の地域内で文書によって確認される最も古い教会は、996年頃の記録が残るビューヒエンバッハの王の館の教会である。エアランゲン自体では、1288年の土地取引が教会生活の最初の証拠となっている。なぜなら、この土地はインシミティエリオと記されているからである。 当時、墓地は常に教会の周りに設けられており、この教会は現在のマルティンルター広場の旧市街教会の場所にあった。2003年のマルティンルター広場改造工事の地下工事によって出土した骨は、ここが中世のキルヒ豊富であったことを示している。その後多くの証拠がこの教会の魂の救済と忍耐について述べている。 その守護聖人は1424年の寄付について、フラーベン・キルヒエンと記されていることから判断できる。1435年、それまでフォルヒハイムの聖マルティン教会の司教会であった。この教会は独自の教区教会に昇格した。エアランゲンの司祭の主要な職責はエアランゲン氏の主牧であった。この時にマルティンスビュールの聖マルティンス礼拝堂が、 初めて明記されている。この昇格文書の記述からは、フラウエン協会には、教区協会への昇格以前から、少なくとも、代理司祭がいたことがわかる。当時の教会生活は強固で多彩であった。司祭の他に、二人の代理司祭がいた。財政的基盤が整っていない司祭の座が常に埋まっていたかどうかはわかっていない。宗教改革の実施に伴い、 デオルク編教博は1528年にエアランゲンでのカトリック教会の活動を完全に停止させ、長年その状態が続いた。当時から現在まで引き継がれているものは、ほんのわずかである、現在旧市街3位一体教会の北の祭壇の壁に取り付けられている、旧マリエン教会の5体の製造、聖杯、毎年11月11日にマルティンビューラー教会に、 設置される聖マルティノスの牙立像である。30年戦争から第一回礼拝まで、ベストファーレン条約の締結によって、エアランゲンは30年戦争終結後も、福音主義の領域に止まった。クリスティアン・エアラング、すなわち、紳士の建設によって初めて、新しい都市建設に貢献するのであれば、カトリック住民も移住できるようになった。彼らには七百十一年に、 ベスト・ファーレン条約で保障された最小限の宗教上の権利であるゲビスセン・フライハイトが偏境迫によって認められた。洗礼、結婚、葬儀は福音主義の儀礼に則っ,って行われ、子供たちは福音主義の信仰の下で教育された。カトリック信者は人口が増えるにつれ1730年頃からより多くの宗教上の権利を求めるようになっていった。 フリードリヒ三世へ偏教博によって何度か約束された礼拝書の建設は、その都度、資産次会及び福音主義やフランス改革派の聖職者による必死の抵抗によって頓挫した。フリードリヒ大王の即位によって、啓蒙先生君主の時代が始まった。フリードリヒ王の寛容政策の影響下で、偏教博の立場も次第に変化した。百八十一年に、 フランスの騎士クライスの統治権がエアランゲンに移されると、アレクサンダーヘン教博はカトリック貴族に私的な礼拝の許可を与えた。貴族の従者たちも同じ権利を請願した。1783年1月16日、アレクサンダーヘン教博はエアランゲンにカトリックの私的な礼拝施設を建設することを決定した。1784年4月11日、 旧市街市庁舎の大ホールで250年以上ぶりにミザが挙行された。同じ年に礼拝所建設の許可が下りた。礼拝所からヘルツイエズ教会区へカトリックのヘルツイエズ教会教会の建設許可は重い負担を伴った。塔も金もオルガンもない簡素な礼拝堂が設けられた。礼拝は扉を閉じた状態でのみ行うことが許され、洗礼、結婚、 葬儀は従来通り福音主義聖職者が取り行った。礼拝書は、市の外側独、現在のカトリック教会広場に設けられ、1790年のペーター及びパウロの日に開所した。フランス革命を逃れたフランス人によって大きく成長したカトリック組織は、しかし、絶えず変化する政治情勢のために、経済的窮地に追い詰められた。 エアランゲンのカトリック組織の上位組織にあたるバンベルク大司教区は1803年からバイエルン、選定公領に属した。エアランゲンは1806年まではプロイセン、その後4年間フランスに属した。エアランゲンの聖職者は外国に雇われている人物としてバンベルクから給料を受け取ることができなかった。エアランゲンがバイエルンに編入されてやっとこの問題は解消された。 1813年に、それまでのエアランゲン市教会区は教会区に昇格した。この頃、宗派間の関係は完全に緩和した状態にあった。1843年に、カトリックのレプハー・アン・ツー・グラーベ司祭が葬られた。際には、福音主義及び改革主義の聖職者全員が壮列に就いた。後継者のディンケル司祭は、1850年に、 教会堂を現在の姿にし、西のファサード前に塔を建立した。19世紀後半にカトリック信者は約6000人にまで拡大した。これは新しい弊社によるものでもあった。このため別の新しい建物が必要となり、古い建物に対して直行する形で建設された。これにより、教会堂は1895年に現在の姿となった。 この改築に伴って守護聖人が悲しみの聖母から精神に変更された。ヘルツイエズ教会の内部はこれ以後何度も改装された。アライライバンと前期羊飼いの木像だけがかつての礼拝書を現在に伝えている。20世紀の発展百 8, 8 9 5年の改築で古い礼拝書の拡張は限界となった。エアランゲンのカトリック信者の数は 特に第二次世界大戦後の移住者や市町村合併によって増加した。現在ではプロテスタントの優位はわずかである。1928年以降エアランゲンの教区数は70年間で1から12にまで増加した。新しく設けられた教区は以下の通り市町村合併により市内の教会区となったのは以下の通りエアランゲンは1937年から。 席主席市最所在地となっている。1974年11月1日の市町村再編により、主席市再区も新たに整理された。この席主席市再区には、エアランゲン兵ヒシュタット軍やホルヒハイム軍の近隣町村が含まれる。ユダヤ教エアランゲンでは、1408年に初めてユダヤ人が記録されており、1478年にはラビも記録されている。 1515 15年3月26日に、偏境博領の両方会議は、ユダヤ人追放を決議した。おそらく、エアランゲンのユダヤ人コミュニティもこれにより失われたと、考えられる。クリスティアン・イルンツと偏境博は1711年に、ノイシタットのユグノー住民に、ユダヤ人の定住と営業を約束した。その後、エアランゲンのユダヤ人の生活は、隣接町村、ブルック、 バイアースドルフ、ビューヒエンワッハに限定された。1983年に建立された新しいヤーコップヘルツ記念柱バイエルン両方議会は1861年にバイエルンにおけるユダヤ人の一般的な自由を認めた。これによりユダヤ人はエアランゲンに定住することができるようになった。 周辺の町村からより良い将来展望を求めて多くのユダヤ人家族がエアランゲンに移った。ブルック、バイアースドルフ、ビューヒエンバッハのコミュニティは縮小していった。新たなエアランゲンの団体は1867年時点で67人が参加しており、1873年3月15日に独自の宗教団体となった。ブルックの教団は解散した。 エアランゲンの教団は1891年に独自の墓地を造営した。これに対して、バイアースドルフのラビカンクは廃止され、1900年以降、ブルックにはユダヤ人がいなくなった。エアランゲンの教団には、医師で名誉市民のヤーコップヘルツや女性数学者のエビー、ネターといった特徴的な人物が在籍していた。1975年5月5日に、 初めて記念碑が混流された。この記念碑は1933年9月15日に破壊された。1983年混流の石柱がその名盤によって過去を思い起こさせている。国家社会主義独裁成果でエアランゲンのユダヤ人は1938年まで減少し、はじめ120人だった、信者数は44人にまで減った。 水晶の夜には、エアランゲンの礼拝所が破壊され、バイアースドルフのシナゴーグは取り壊された。1943年10月20日、エアランゲンで最後のユダヤ住民がアウシュビッツ強制収容所に移送された。エアランゲンのユダヤ教団に属していた77人がナチスによって殺害された。もともとこの町のユダヤ住民で1943年に、 イギリスへ亡命したローザレビは、娘のマルガと共に、1945年8月16日に、エアランゲンに戻ってきた。ロッテ・アンスバッハーは、ホロコーストを生き抜いた最後のエアランゲン住民として、おそらくオバヘレーネ・アウフゼンサーの遺産整理のために、1980年に、故郷に戻ってきた。エアランゲンの特殊性の一つに、1980年に創設された名誉称号。 旧ユダヤ住民の代表がある。その機能として、イルゼ・シュポンゼルは、生き延びたエアランゲンのユダヤ人やその家族に接触し、援助し、エアランゲン、バヤーアースドルフ、及びその周辺地域のユダヤ人が巻き込まれた、ホロコーストに関する歴史や運命を研究した。 1970年代までユダヤ人の数は増加し続け、出版社のシュロモレビンは新しい教団創設を計画した。彼は1980年12月19日におそらく極右のホフマン国防スポーツグループの構成員によって妻と共に殺害された。しかし容疑者が自殺したため有罪判決は出なかった。この犯罪事件の後、 イスラエル文化協会の設立は頓挫した。このアイデアは旧ソビエト連邦からのユダヤ人移住者の流入によって新たな刺激を得た。1997年12月1日、エアランゲンにイスラエル文化協会が設立された。この協会には2000年時点で300人が所属している。2000年4月2日、この協会はハウプト通りに新たな礼拝書を設けた。 2008年3月9日にヒンデンブルク通り38番地に申請化したシナゴーグが家主との問題で放棄せざるを得なくなったためラーツベルガー通り 8R 番地の建物を沈借し2010年6月13日にシナゴーグが解消したイスラム教1980年からエアランゲンにトルコイスラム文化協会エアランゲンが存在しているこれ以後 イスラム学生協会アランゲンやイスラム振興会といった他の団体も設立された。この3つの団体は共同で1999年12月からイスラム宗教組織アランゲン EV を設立している。これは州の学校でイスラムの宗教教育を行うことを目的としている。2001年に バイエルン州の公立学校で初めてエアランゲンのペスタロッツィ基礎家庭学校でドイツ語によるイスラムの宗教に関する知識の教育が行われた。本当のイスラム教育はブルカーラーヒエ基礎家庭学校でドイツで初めて授業が行われた。記述の組織のほかに1993年からトルコ社会奉仕協会が存在する。 その他の宗教セブンスデーアドベンチスト教会は、遅くとも1903年からエアランゲンで活動している。1995年、ブルックに教団センターが設けられた。2003年に教団が発足し、ヒンデンブルック通りで集会を行った。さらに2007年10月にやはりブルックでもう一つ、新しい団体が結成された。両組織は良好な共同活動を行っている。 アドベンチストはエアランゲンの行事に積極的に参加している。その社会参加は、例えば、ボースカウトや市内で行われる献血活動などである。両教団は毎年、子供が子供たちを助けるという活動を行っている。これは、東欧の貧しい子供にクリスマスプレゼントを贈る活動である。文化のクリスチャン EV 協会は1999年に、 エアランゲンのアドベンチストによって設立された。エホバの証人は、1923年3月22日に、エアランゲンで最初の集会を行ったが、政治的許可を得ていなかった。1933年4月に禁止された後はさらに、強い抑圧を受けるようになり、1942年1月20日に、エアランゲン在住の信者グスタフ・ハイヤーが、 ナチスのハルトハイム所形場で殺害された。ブルックのグスタフ・ハイヤー通りは2000年に彼を記念して名付けられた。1948年に教団が再編成され、1975年に2つの教会に分離した。1980年にブルックのエホバの証人は独自の集会所を建設した。末日徒イエス・キリスト教会も独自の組織、 独自の指導者のカエアランゲンで活動している。この教会はプファール・ニュルンベルクに属している。モルモン教団センターはアルトエアランゲンにある。これらの宗教団体のほかエアランゲンにはその他の自由協会や宗教組織が存在する。エアランゲン市聴者エアランゲン級市街では14世紀から議会の存在が証明されている。市のトップは4週ごとに交代する2人の ビュルガーマエスターであった。1715年から市長は4人になった。新市街では初めは改革派の長老会が行政を運営していた。1697年に4人の市長が存在した。任期は1年で3人がフランス人、1人がドイツ人であった。1701年からは4人の市長と任期2年の議会が行政運営を行った。 その後政治体制は何度も変更された。1812年の旧市街と新市街の統合後にはバイエルンの自治体直令が適用された。市は1818 18年から初代市長によって運営され、1918年からその職名はオーバービュルガーマイスターとなった。1952年のバイエルン市町村法に基づく初代市長以降、 公式な職名はずっと上級市長である。この他に、1818 18年から定数10人の都市参事会は設けられ、1900年から定数は12人となり、第二の行政体として全権が委任された。第二次世界大戦後、議会は一つとなった。1978年、政党グリューネリステ・エアランゲンのボルフガングレーデラは、バイエルン州内の市議会で、 最初の緑の党の議員となった。1967年と1972年にエアランゲンはエルタースドルフ、フラウェンアウラハ、グロースデクゼンドルフ、ヒュッテンドルフ、コスバッハ、クリーゲンブルン、テネンドウエを合併し、それぞれに地区委員会を設けた。地区委員会の委員数は各地区の人口に応じて5人から7人の間である。地区委員会は 最後の異議会選挙結果に基づいて、政党ごとに議席が配分され、委員の5選によって議長が選出される。地区委員会は地域に関連する事柄を聞くために重要である。この他にエアランゲンには12歳から18歳で2年ごとに選出される青年議会がある。老人はシニア委員会で、移民出身者は外国人統合委員会で活動している。 この他に市議会が特定のテーマごとに設ける委員会が存在する。政党や市の委員会の他に様々な組織がエアランゲンの自治体行政に参画している。エアランゲン市の上級市長は直接選挙で選出される。2014年以降はフローリアンやニークがその職にある第二次世界大戦以後の上級市長を列記する市議会は 上級市長と50人の議員で構成される。2020年に行われた市議会議員選挙の結果を以下に示す。エアランゲンの住民は政治に対して比較的、積極的で、過去の住民投票の回数が示している通り、特に直接民主主義の機会を活用している。これらはいずれも投票を成立させるための投票数を満たした。図柄上下に分割。 上部はさらに左右に分割。向かって、左上は、銀地に、左を向いて、金の冠を被り、金のくちばしと爪を持ち、赤い舌を出した、赤いわし。金のクローバー型の翼幹と銀と黒に四、分割された胸立てを有する。向かって、右上は、銀地に、金の冠を被り、金のくちばしと爪を持ち、赤い舌を出した黒いわし。金の首飾りと、 クローバー型の翼みきを持ち、胸に金色の大文字で ES と書かれている。株は銀色の強壁から現れるニサの尾を持ち、金の冠を被り、赤い舌を出した金色の獅子。解説、紋章株の獅子はエアランゲンの旧芝街を象徴している。ルクセンブルクベーメンの獅子は1389年から死の印象に登場する。上半分は、 新市街の象徴であるブランデンブルクとプロイセンの和紙である。このデザインは1707年から新市街の紋章を飾っている。ES の文字はクリスティアン・エルンスと辺境白の日エリー,ーザベト・ゾフィーを表している。死の旗は白から赤である。エアランゲンのロゴエアランゲン氏は紋章の他に1976年にミュンヘンのデザイナー。 バルター・ターフェルマイヤーがデザインしたマークを1977年から目印として用いている。このマークにはスタッドエアランゲンという文字が含まれており、このデザインによってモットーのエアランゲン伝統からの解放をグラフィックに置き換えている。5列5行の格子状の正方形状に24個の正方形を配置されており、真ん中の行の一番右側だけが空いたスペースとして、 残されている。この死のマークは、バロック時代の計画都市の地割りを象徴しており、不足した四角形は、この街の開放性を表現している。街のモットーは1974年に、コンテストで選ばれた。エアラング都市時点はマークと、モットーについて、国内外からの難民や移住者を繰り返し受け入れて、きたことと、それが、地域の発展のためにとても重要であったことを、 表していると述べている。2007年に上級市長の提案によりマークを紋章に再び置き換えることが検討された。しかしオンライン調査では住民の多数がこれを拒否し最終的には実施されなかった。姉妹都市の記念日ラや乱言は以下の都市と姉妹都市協定を締結している。この他にもパートナー協定を結んでいる両地域の強度資料室が年まで マルクト広場のシュトッターハイム宮殿内にあった。それ以後はフランケンホーフに移転している。2015年現在エアランゲンの市域内の GDP は93億2400万ユーロでドイツの都市の中で36位に位置付けられた。一人当たりの GDP は9万1531ユーロでドイツの軍独立市の中で4位であった。2016年、この町、 の人口は約113,200人であった。2019年2月の失業率は3.7%で、バイエルン州の平均3.2%よりも高かった。エアランゲンの経済は、基本的には、シーメンス AG と、その関連会社、及びフリードリヒンアレクサンダー大学によって、形成されている。経済的立地条件は、ドイツ有数の魅力的な地域に属している。 スイスの企業、プログノスが2016年に行った競争力分析でエアランゲンは402の軍、独立士及び軍の中で6位であった。特に成長力において平均を大きく上回る値であった。1686年に設立された手袋製造業者の看板1686年にクリスティアン・エルンツと返京博によって 新市街が創設されるまで、エアランゲンの経済は、事実上もっぱら農業で成り立っていた。レグニッツ川とシュバーバッハ川が、溶水域で考えされる農耕や牧畜に有用な立地を形成していた。川自体も、漁業の機会を提供した。レグニッツ川の東側の石切り場に続く森は、何、世紀にもわたって、昔のエアランゲン住民のための生活基盤を、提供していた。 ウルクベルクは、その気候が、果実や、ぶどうの栽培に適していた。サイデルバイデンでは、養蜂業が営まれていた。農業の他に、地域の必需品を製造する小産業が存在した。1619年には、理髪師、お職人、ガラス職人,職人、鍵職人、鍛冶屋、家具職人、車職人、レンガ職人がそれぞれ一人、肉屋、粉引き職人、 靴職人がそれぞれ2人、大工が3人、パン屋、仕立て屋、石膏がそれぞれ5人、織物職人が8人、その他に多くの下宿屋やビール職人がエアランゲンで営業していた。繰り返し起こる戦闘行為で経済発展は壊滅的な状況となった。エアランゲンは30年戦争で完全に破壊され、住民は亡くなったり逃亡したりした。 30年戦争の壊滅的な経過の後、クリスティアン・イエルンツと辺境白は経済をこの地に完全に復活させるよう尽力した。そのために彼は裕福な、あるいは経済的手腕を持つユグノー教徒を募り、1686年に新たに設立されたユグノー都市に定住させた。この積極的な経済政策によって、最初に靴下製造業者が設立された。 それは当時ドイツではほとんど知られていなかった技術的に高度な経済分野であった。この他に帽子工場、手袋工場、比較の白な飯工場が重要な経済分野となった。当初はほとんど完全にフランス人の支中にあったこれらの産業が移住によってドイツにもたらされた。1775年になっても合計277人の靴下製造マイスターのうち 19人はフランスにルーツを持つ人物であった。手袋製造と白な飯は1811年までフランスの独占産業であった。ドイツ移住によってこの他の産業もエアランゲンにもたらされた。コットンプリントも全国的な名声を得ており、18世紀末にはエアランゲン最大級の産業の一つとなった。ユグノート市の輸出志向経済を背景にエアランゲンは 工場都市とみなされていた。フランケン地方では他にフィールトとシュバーバフ派だけがこれに分類される都市タイプであった。ナポレオン戦争後の中央ヨーロッパの新秩序とそれに続く保護主義的な完全政策は伝統的な販売市場を喪失させ、それに伴いエアランゲンの衰退をもたらした。靴下製造業は1887年に事実上失われた。 コットンプリントや帽子製造も姿を消した。白舐め資業と手袋製造だけが20世紀になるまで存続した。19世紀半ばにエアランゲンの経済はゆっくりと低水準に沈んでいった。農業やその他の産業及び地域の手工業に加えて工業が第四の産業として徐々に現れ始めた。その製品は特にビールであった。 ブルクベルクの地下倉庫はビールの熟成や保存に好適であり、高品質の製品が生産され、世界中で求められた。1860年末にはエアランゲンはミュンヘンの3倍のビールを輸出していた。1880年代初めの冷蔵庫の発明が、この公共を突然終わらせた。現在エアランゲンには2軒だけビール工場がある。ビール製造と並んで、 くの製造が重要な産業となった。エアランゲン最初の蒸気機関を利用し、ヨハンゲオルクビュッキング社によって、1845年には約120万本のくが生産された。このファミリー企業は、ドイツ全土、ヨーロッパ、北アメリカの市場を席巻した。同じく国際的に活動したのが、東シュタットマウアー通りに、ブラシ工場を有したエミール・クルレンツライであった。 この会社は第一次世界大戦前には400人以上の従業員を要し製品を世界中で販売した。1880年のバウムボルスピネライ AG の設立はエアランゲンに新しい産業分野を開拓するものであった。多くの統廃合がなされ、1927年にエアランゲンワンベルクメン死亡石会社が成立した。この会社は 第二次世界大戦前には5000人が働いていた。エルビン・モーリッツ・ライニガー急遽及び工房級、ライニガー、ゲッバートシャルシャやランゲンの将来の経済発展に大きく寄与したのが、大学の機械技師エルビン・モーリッツ・ライニガーで1876年から工学機器や精密機械を製造した。1886年にライニガー、ゲッバートシャルシャが設立され、 大学の医学部との協力で成功を収めた。1895年に、ビュールツブルグで、ビルヘルム・レントゲンによって、レントゲン装置が開発された後、ライニガーは即座にコンタクトし、自分のエアランゲンの工場で、レントゲン装置の製造を行うことで合意した。1925年に、シーメンスハルスケ AG がこの会社を買収し、医療技術部門を開設した。 第二次世界大戦前、シーメンス・ライニガーベルク・エジーのエアランゲン工場には2000人以上の従業員が働いていた。この会社の中央管理部門は1943年にベルリンからエアランゲンに移転してきた。この町は1947年からこの企業の本社所在地となった。現在のシーメンス・ヘルシニアーズはこれを引き継いだものである。1908年からは 鉛筆削り機の製造が国際的に重要な産業となり、一時期は世界市場の80%を占めた。企業家パウル5000は1919年にバイアー・スドルフに電子計測機器製造業者パウル 5000COKG、OK、を設立し、翌年に本社をエアランゲンに移転した。この会社は、例えば世界初の光学式露出系。 アンダックスを1933年から製造するなど測定機器を製造した。現在もネーウルスバッハ通りに残る社屋は1939年から1943年に建設された。この会社は1963年にシーメンス AG に買収された。5000社は現在は存在しない。ラズベリー宮殿ガラス宮殿第二次世界大戦終戦は エアランゲン経済に途方もない結果をもたらした。ベルリンにあったシーメンスの2社、シーメンスハルスケとシーメンスシュッケルトベルクは迫りくる崩壊の前に新たなスタートを切るための対策を講じていた。特別チームがミュンヘンやホーフへの移転準備を行っていた。後者はソビエト管理地区に近いためギュンター・シャロースキーを中心とするホーフグループはすぐに 新たな立地を探した。いくつかの調査の結果、破壊されなかったエアランゲンを見出した。これには、エアランゲンにシーメンスライニングアーベルクが、すでに存在していたことが重要な役割を果たした。1945年6月25日には、二人の先見チームで創業が開始された。1946年初めにはすでに200人の SSW 従業員がおり、 スペース不足のため15の敷地に分散していた。この弊害を除くため、1948年から1953年に、ハンスヘルトラインの計画に基づき、当時南ドイツ最大の建物、シーメンスの新幹ディムネ社屋が建設された。この建物はその色から、ヒムベール・パラストとも呼ばれた。その南側に、従業員のための大規模な住宅地が設けられた。 その後さらに、オフィスビルが建設された、ビンゲルハウス、ハンスマウラー設計の管理棟、高層ビル、グラスパラスと、シーメンス研究センター。戦後にアランゲンほど多くの長期の建設がなされた、バイエルンの都市は存在しない。1956年時点で SSW の従業員数は6000人強で、あったが、1966年には1万人を超えた。 1966年のシーメンス参加の3社 SSW、SRW SS、S&H のシーメンス AG への統合は新たな経済の核を形成した。このコンツェルンは1985年から1995年までの間だけで10億ドイツマルクをエアランゲンに投資した。従業員数は1986年に3万1000人とそれまでの最高値に達した。 ニュルンベルクモーレンブルニア・フォルヒハイムへの移転によって2011年9月30日現在のこの町の従業員数は約2万4000人である。シーメンス・ヘルシニアーズの他にシーメンスの工業部門、エネルギー部門、インフラストラクチャー及び都市部門、さらには数多くの主要部門がエアランゲンにある。1970年代には 研究用の敷地に設けられた長さ900メートルの実機浮上式鉄道路線で試験車両の走行が行われた。アメリカ軍撤退後に空いた土地に新しくレーテルハイムパルク区が建設され、ここにシーメンス医療工学は製造所とオフィス棟を建設した。ライニガーシャルの建物は第二次世界大戦後は医療工学企業の核となっていたが、2000年末に 間近に迫ったアニバーサリーのためにエアランゲン氏に寄贈された。市の部局のほかに展示物でシーメンスグループの歴史を視覚化したシーメンス企業医療技術文書館が2012年3月から入居している。旧 UB メットの残りの土地は2008年から住宅地イムムゼウムスビンケルとなっている。この他にもシーメンスの子会社や支所がエアランゲンにある。エアランゲンは ドイツの経済的に強力な都市の一つである。最初は、シーメンスの原子力部門とアレバの原子力部門が協力して、しかし最終的には、シーメンス AG が離脱して、アレバコンツェルン単独で設立した、アレバ GMBH のエアランゲン本部には3350人が働いている。ゾラアミレニウム本社及びピュブリシスのドイツ支社、ゾラアミレニウムが、 エアランゲンで設立されたもう一つのエネルギー企業である。ゾラーミレニウムは1998年に設立され、パラボリックス流法をベースとした太陽光発電所の設計と建設を行っていた。この会社は2011年から債務不履行となった。ピュブリシスグループはフランスに本社を置く広告代理店で世界の4大広告代理店の一つである。エアランゲン支店は ドイツ最大の視点である。クンジ EMBH&COKG、OK、は2番目に古い鉛筆削り機製造業者で、現在は国際的な学校、オフィス用品製造業者となっている。企業と革新的技術の奨励進歩と革新の奨励及び投資しやすい環境づくりがエアランゲンの長い伝統である。百八十五年、十六年にフィルト及びニュルンベルクともに、 テネンドエにニュールンベルクフィールトやランゲン革新、企業センター GMBH を設立した。この企業センターからは、経済状況に新しい衝撃を与えた新企業が設立され、後に株式市場への上場に成功した。例えば、ウェーブライト AG やノベンバー AG などである。イスンプ2003年に X を保管する形で、 医療技術及び医薬品革新センターが設立された。これは、医療技術、医薬品研究、バイオテクノロジーや遺伝子工学分野の企業や、革新的企業を支援する機関である。早くも2006年には、イスンプ増築のための組織が設置された。さらに、系統的で一貫した新しい学術資源を開発し、新たな市場への道筋を示し、 国際的にポジティブな立地の差別化特性を発揮することを目標とする産学共同体としてエアランゲン AG が設立された。新規で革新的な技術を奨励する長年の努力の結果、エアランゲンは1998年にバイエルン州政府から大都市で初めて経済に極めてフレンドリーな自治体の称号を授与された。医療と医療工学、 フリードリヒ・アレクサンダー大学、バルトクラン・ケンハウス、クリニーク・ムアム・オイローパ・カナル、シーメンスのヘルスケア部門、100社以上の中小企業が協力して、医療、医療工学、医薬品産業のための管轄センターが設立された。従業員のほぼ1、4が、医療工学及び、健康分野に従事している。この状況は、将来的にさらに拡充される予定である。 本市は、医療研究、医療製品、医療サービスの連邦首都を目指している。周辺地域も、この努力に参加しており、ニュルンベルク欧州大都市圏、メディカルバレーを形成している。1900年頃のエアランゲン近郊のレグニッツタールを通る4つの交通路が建設された。鉄道の視線が撤廃され、道路網の拡充に用いられた。環境運動が起こったことにより、この傾向は、 転換点を迎え、コスバッハーダムによるレグニッツグルント横断道路のようなすでに立案されていた建設計画が実現しないことになった。その代わりに公共の近郊交通や自転車道が拡充され、内市街では歩行者専用地域を設けることで自動車の乗り入れが制限された。ただし、それ以降にも道路建設プロジェクトが策定され、時には議論や抵抗が行われた。 例えば以下のような例がある。現在、エアランゲンは日本の連邦アウトバーンと1本の連邦道に面した交通の便が良い場所にある。アウトバーン連邦道鉄道エアランゲン駅1844年8月25日のルートビ避難北線のニュルンベルクからバンベルクまでの区間開通によってエアランゲンは鉄道で結ばれた。地域を超える鉄道交通の到達は 交通開発に飛躍をもたらした。1886年11月17日に、ローカル線のエアランゲングレーフェンベルク線が、1894年4月16日には、エアランゲンブルックヘルツォーゲンアウラハ線が開通した。ドイツ再統一後、ニュルンベルク・バンベルク線は、急速に拡大し、エアランゲンは、アイスモーに組み込まれた。2010年末、エアランゲンを経由して、 バンベルクとニュルンベルクとを結ぶ S バーンが開業した。この列車は20分から40分間隔でニュルンベルクとエアランゲンに運行している。この S1 号線にはエアランゲン市内に以下の駅があるエアランゲン、エアランゲンブルック、エアランゲンエルタースドルフ、エアランゲンパウルゴス線イコールシトラーセ。最後に挙げた駅は2015年12月の 時刻表改正による S バーン拡充により開業した。エアランゲンは2017年末ドイツ統一交通プロジェクトナンバー8によりミュンヘンからベルリンへのアイス高速鉄道路線への接続も確保した。 これに対して日本の視線は、道路交通との競合に耐えられなかった。1963年2月16日に、グレーフェンベルクへの最後の列車が運行され、1984年9月28日には、ヘルツォンゲン・アウラハへの旅客運行が廃止された。貨物輸送は、フランケン通発電所への石炭輸送が廃止された。あとも、フラウエン・アウラハ駅を経由して、 エアランゲン港の敷地まで運航している。船舶エアランゲンは、レグニッツ側に面していながら、数多くの水車用の席や、用水施設が設けられていたために、水運は発達しなかった。1843年に、ルートビヒ運河が一部開通したことで、エアランゲンに水運がもたらされ、港湾都市となった。名誉墓地の南に、貨物の積み下ろしのためのエアランゲン貿易港が、 作られた。エアランゲンのマインドナウ運河に面した港湾産業地区連でエアランゲン小さな馬に惹かれて運航する橋家のために100以上の肛門を備えて設計された運河はすぐに新港の鉄道のために市場を失い1863年から赤字だけがかさんでいった。第二次世界大戦で被災し1950年代に最終的に閉鎖された。 ニュルンベルクとエアランゲントの区間は、1960年代初めに埋め立てられ、フランケン高速道路の路線として工事がなされ、その後連邦アウトバーン A73 号線として、北に向かって延伸された。現在は、一機の記念碑と、長さ数百メートルの乾いたルートの名残だけが、かつてのルート比ヒドナウマイン運河の施設を思い起こさせる。かつてのルート比ヒ運河の貿易港は、 1844年から船舶、鉄道、道路の三つの交通機関の積み替え地として用いられていたが、現在はエアランゲン消防署となっている。しかし、マイン川とドナウ川を運河で結び、北海から国海への水路を建設するというアイデアは放棄されなかった。1959年には、すでに新しくずっと広く、 効率的なマインドナウ運河の建設工事が始まった。1970年10月30日には運河がエアランゲンに達した。エアランゲンの船着き場には、その後再び船舶、鉄道、道路の3つの交通機関のための貨物、交通センターが設けられた。この運河は1992年にドナウ川までの全工程が開通した。2006年、エアランゲンでは、 約8万2千トンの貨物が積み下ろしされた。航空最寄りの飛行場は1 0ル西に位置するヘルツオンゲンアウラハ飛行場である。貨物機や路線航空のための空港は1 2トル南の交通の便が良い場所にニュルンベルク空港がある。ユグノー広場のバス停、公共近郊交通や乱源市施設局エジーやフランケン乗り合いバス交通の 数多くの市内及び広域バス路線が公共近郊旅客交通を担っている。このバス路線はいずれもニュルンベルク広域交通連合に統合されている。このバス路線はほぼすべてがシュタットセントルムを通っている。広域バスの大部分が駅の西にある中央乗り合いバスステーションからスタートしている。駅の東には主要な市内バス路線が停車する。 ハウプトバーンホーフ停留所やフゲノッテンプラッツ停留所がある。もう一つの重要な乗り換え地点がギューターハレン通りとギューターバーンホーフ通りとの交差点である。ハウプトポスト停留所はここに建設されたショッピングセンターにちなんで2007年9月8日にアルカーデン停留所と改名された。H、バーン鉄道近郊交通の復活は1977年初めに シーメンス AG の提案で議論がなされた。それは全長約7 5トルの H バーン路線によってシーメンスの敷地と駅とを結ぶ計画であった。ブッパータール空中鉄道と類似の構造を持つ H バーンはエアランゲンのシーメンス研究所の実験線で1976年から成功していた。この路線はエアランガーゲレーテベルクから ビューヒーエンバッフハキタを経由して、グロースパーク広場まで、さらにここからトンネルを通って修道りへ、その後外に出てシーメンス中央管理所まで運行する予定であった。市議会は追加で望んだ路線は、限られたスペースのため、一連の家屋全体を解体する必要があった。1978年11月、市議会は過半数ギリギリでこのプロジェクトの推進を否決した。 シュタットイコールウムラントバーンシュタットウムラントバーンの路線図エアランゲンの鉄道交通システムの構想は数年後に再び浮上した。1961年にノインキルヒエンアムブラントへの運行が停止し、1984年にヘルツオンゲンアウラハへの鉄道路線が廃止された後、1980年代半ばからエアランゲンでは環境に配慮した郊外への 交通システム建設が実行されていた。都市型鉄道のモデルは、1990年代、初めに、すべての機能を集約したレギオナルシュタットバーンのコンセプトへと、さらに発展しており、ここでは、シュタットイコールウムラントバーン、あるいは、これを略して、スタブと呼ばれる。1992年から、シーメンストランスポーテーションシステムスが技術及び、 資金の両面でこのプロジェクトに参画している。エアランゲン市、エアランゲン兵士タット軍、フォルヒハイム軍は予測されるコストパフォーマンス分析や実現可能性検討などを根拠に1995年にスタブモーの建設と営業を基本的に可決した。基本的な路線網は南と東西に伸びる T 字型でニュルンベルクトーン、ヘルツォーゲンアウラハ。 およびノインキルヒエン・アムブラント経由エッケンタールへの3路線からなる。それぞれの起点はエアランゲンのシュタット・ゼントルムが想定されている。乗客はトーンで、ニュルンベルク路面電車網に、エッケンタールで、グレーフェンベルク鉄道に、エアランゲンのシュタット・ゼントルムで、ニュルンベルク S バーン及び地域、広域鉄道に接続する。フォルヒハイムとヘイヒシュタット・アンデアイシュトを結ぶ。 ヘムホーフェン鉄道に接続するヘムホーフェンへの路線を含む拡張の可能性については議論が続いている。ホルヒハイムからエバーマンシュタットへのビーゼントタールを通る鉄道も最大の鉄道網計画に含まれている。1993年の実現可能性検討では、スタブプロジェクトの総コストを約10億ドイツマルク。 基本土専網の軌道整備だけで約4億1300万マルクと算定している。バイエルンの経済省は、このプロジェクトを州及び連邦の支援プログラムに受け入れることを拒否した。これらの資金援助なしでは、スタブの実現は見通しがつかなかった。それにもかかわらず、エアランゲンやその周辺地域では、このテーマは定期的に公的、政治的ディベートの一部となった。 住民主導のシュバーバッハタールの環境保護運動はこのプロジェクトを繰り返しテーマに取り上げており関係する軍の指導的立場の政治家たちも同様である2008年初めからスタブ基本運専門のための新たなコストパフォーマンス検討が行われた2010年頃から特にヘルツォンゲンアウラハ祥とニュルンベルク市の主導でスタブの計画が 再び集中的に注目されるようになった。2012年春までに標準化された査定や地域に最適化されたバスネットとの比較がなされた。スタブのためのインフラストラクチャーの拡充はエアランゲニ駅からニュルンベルクベークフェルトへの南北軸とエアランゲニ駅から西に曲がって新たに建設されるコスバフ派側の橋を渡ってヘルツンゲンアウラ浜まで及び東に曲がって ウッテンドイトまでの、いわゆる T ネットに関連するものを積算した。ウッテンドイトへの路線建設は、現在乗り換えなしのエアランゲンとエッシェナウトの間のバス運行廃止を意味する。また、地域に最適化されたバス路線網のためには、追加のバスレーンや停留所、さらには新しいコスバフ派側の橋を設けることが前提とした。それによれば、 スタブのためのインフラストラクチャー整備に必要な投資額は約2億8100万ユーロ、ローボスのためのそれは約1240万ユーロであった。どちらの施策も適格部分の80%までが助成される国の高額助成金に当たる可能性があった。スタブではその他の周辺整備の財源に3億6500万ユーロから4億700万ユーロが 必要であった。政策決定者にとって決定的であったのは、関連する自治体が公共金行旅客交通の運営者として負担しなければならない維持管理費であった。その額は、スタブの場合、バスによる代案に比べて約10倍の1100万ユーロであった。 スタブの実現により1日の乗客数は1930人で、さらに2260人増加させる必要があり、ローボスでは乗客数6610人で、新たに増加させる乗客数は1日あたり835人であった。2012年9月21日、エアランゲン兵士シタッド軍の軍議会は過半数で、ニュルンベルクアムベークフェルトエアランゲン、ヘルツオーゲンアウラハ、 ブッテンドイトの路線による、シュタットイコールウムラントバーンの推進動議を可決した。同年9月27日に、エアランゲン市議会もこれを可決した。ニュルンベルク市とヘルツォンゲンアウラハ市はすでに以前から同様の決定を下していた。これと並行して、プロジェクト計画の具体化がなされた。資金調達の決定後に、プロジェクト実施の可否について、最終判断が決定する。 広域バス交通エアランゲンの広域バスステーションは中央駅のすぐ裏にあたるパルクプラッツ通りを中心に存在する。エアランゲンから南ドイツの20カ所へバスが運行されている。エアランゲン都市施設局 AGE は1858年に設立されたエアランガーゲゼルシャフト AGE を起源とする。この機関は自前のガス工場で市へのガス供給を保障する機関であった。 1915年にこの機関は、シュテティシェテクニシェベルケエアランゲンと改名された。1939年に、シュタットベルケエアランゲンという名称で、エアランゲン氏が出資する企業となり、1967年に、エスツエアランゲンと施設局エジーという名称となった。エアランゲン氏がこの会社の唯一の所有者である。エスツは、エアランゲン氏に、電気、温熱、天然ガス、 水を供給し、エアランゲンのスイミングプールを運営し、街灯や道路信号機の設置や維持管理を行い、エアランゲンの都市交通を変更する権限を有している。エアランゲン市は、エススの他にもインフラストラクチャーの設置及び管理を行う、市営機関をいくつか有している。例えば、以下のものがあるエアランゲンは、自前の蓄殺場を有しており、 が所有する企業エアランガーシュララハトホーフ GMBH がこれを運営しているエアランゲンアルカーデン2階の住民請求で、エアランゲンの住民は、旧中央郵便局の敷地にアーケードを建設する、ことを要望していた。これに応えた、3フロアに100軒以上の小売店が並ぶ、屋根付き小売店街エアランゲンアルカーデンを中心に、2007年秋、 以降のエアランゲン内市街の小売業状況は形成されている。メインショッピングストリートはエアランゲンを南北に通っている。北部のバッサー・トゥルム通りからシュロス広場やマルクト広場を経由してヘンケ通りのッの点広場までの間はハウプト通りという名称で純粋な歩行者専用区域となっている。南部のヘンケ通りとラートハウス広場との間は ニュルンベルガー通りという名称である。ここは歩行者専用区域に指定されていないが、自動車は、終日、日中は自転車の進入も禁止されている。エアランゲンアルカーゲンは、変化通り、ニュルンベルガー通り及びニュルンベルガー通り沿いの、ガレリアイコールカウフホーフのや、マルクト付近に、入り口があり、メインのショッピングストリートと直接つながっている。学校、 クリスティアン・エルンストイコール・ギムナジウム・ウェア・ランゲン・市内には16校の基礎家庭学校がある。さらに、本家庭学校4校、実家学校2校、私立経済学校1校、看護学校1校、養護学校2校、私立学校4校、職業学校4校、ギムナジウム6校がある。最も古いギムナジウムは1745年に、 ギムナジウムイルストレとして設立されたギムナジウム、フリデリキアヌムである。1833年に開校した、ホルツマルクとの農業、産業学校は、後にオウムイコールギムナジウムとなった。1873年に、ローザ・フェーメルとマリア・フェーメルが設立した、フェーメル私立女学校は、クリスティアン・エルンストイコールギムナジウム及び、マリー・テレーゼイコールギムナジウムの母体となった。 20世紀後半に人口増加に伴い新設されたのが、アルベルト・シュバイツァーイコールギムナジウムと、エミネーザーイコールギムナジウムである。第5の私立学校がフランコニアン・インターナショナルスクールである。2008年、2009年の学期に完成して、以後、幼稚園から小中学校、高校まで幅広い教育を提供している。 インターナショナルカリキュラムに基づき英語で授業が行われ、第十二学年以降、国際的に大学入学資格であると認められている国際バカロレアが習得できる。学問と研究エアランゲンは七百四十三年からの大学都市である。約四万人の学生を要するフリードリヒ・アレクサンダー大学エアランゲン・イルンベルクはルートビヒ・マクシミリアン大学ミュンヘン及び ミュンヘン工科大学に次ぐバイエルン州で3番目に大きな大学である。大学周辺には数多くの研究機関がある。例えば以下のものがあるエアランゲンは未来の素材というテーマでニュルンベルクやフュルトと共に学問の都市2009の学問の出会う場所中都市の一つに選ばれた。エアランゲンはこの他にマックス・プランク財団の共同支援参加者である。 環境保護や自然保護は1970年代初めにドイツで環境運動が始まって以来エアランゲンで高い価値観に位置づけられている。一連の国内外からの栄誉がその努力の成功を証明している。1988年に欧州環境年1987-88のパートナーの称号が授与され、 1990年と91年には、環境、自然保護の連邦主との称号が与えられた。2007年には、環境年に際して、ナチューリッヒアーランガンというモットーを発表した。太陽光発電の拡充がその重点である。2003年から2011年までに、エアランゲンに設置された太陽光発電機は1万6 7 0 0ットと20倍以上に、 なりエアランゲンの電力需要の2.0%以上を賄うことができる。エアランゲンは、いわゆるゾーラー・ブンデスリーガに参加している。2012年シーズン、大都市間の比較でエアランゲンは第3位であり、欧州ゾーラリーガでは第2位であった。エアランゲンは、2007年に、それぞれの学校が太陽光発電装置を備えた最初の大都市となった。 学校の太陽光発電装置のデータはクライマス普通リーナトラスとしてインターネットに表示されており学校の授業に利用されている2011年に実現した太陽光施設を登録することができる太陽都市計画がインターネットに公開されたエアランゲン駅前の天然ガスバス早くも1970年代に当時の上級市長 ディートマール・ハールベイクの自転車に配慮した交通政策によって全交通手段に対して自転車が高い比率を占めることの基盤が設けられた。彼の特別な着眼点は歩道上に自転車レーンを設けることであった。自転車は市民全体に普及している交通手段である。ブリーフケース付きの自転車キャリアは珍しいものではない。かつてはエアランゲント・ミュンスターがドイツで 最も自転車フレンドリーな街の座を常に争っていた。公共近郊交通に天然ガスバスを採用したことにより、エアランゲン施設局は二酸化炭素や微細粒子物質の排出量削減にも貢献している。市内には2つの自然保護区があり、連邦自然保護法23に従って最高度の動植物保護がなされている。 町のすぐ近くに広さ934ヘクタールのミッテル・フランケンの自然保護区テネンローへの森がある。19世紀末から1990年代まで射撃練習場及び駐屯地連兵場として利用されていた。この土地は南ドイツで残された数少ない広い砂地の生態学システムの一つである。2003年に広さ50ヘクタールの原イクマ放牧地が設けられた。 その他の自然保護地区について議論が行われている自然保護区の他にエアランゲンには21の景観保護区がある。その総面積は3538ヘクタールで地域全体のほぼ半分に当たる。自然保護区とは異なり保護措置は特別な地形、景観とそのレジャー上の価値及び効率的な自然のバランス保全にフォーカスが当てられている。これには以下のものがある。 ブルック式の用水水社開発を免れたレグニッツ川の草地は、秋や万島に、しばしば起こる洪水を安全に流すために、保持されている。幅広いレグニッツ川の草地を利用して、河ト鳥の大きな群生地が形成されている。ブルック、エルタースドルフ、フラウエン・アウラ派では、その巣が、いつも見られる。数年前から、内市街に隣接した、シュタインバッフ派醸造所の煙突で、 コウノトリのペアが放乱を行っている。ブルックシク近くのアウラハ川の草地では、歴史的な用水水車が2004年に再始動した。他にも、約10機の用水水車が、エルランゲン北部のメーレンドルーフに存在する。これらは15世紀からほとんど改良されず、完全に木造の水車はかつてレグニッツ川の水を大量に汲み上げ、フィルトやホルヒハイムにまで供給していた。 粉引き水車を連想させる巨大な木製構造物は、現在、夏の初めに、ボランティアの協力で組み立てられ、シーズンの終わりに解体保存されている。現在、一部は、地元のコノトリの食料基盤となっている、ホイヒトビオトープの考えに利用されている。辺境白劇場や乱言無声映画音楽の1997年から2011年まで、 バロック様式の偏曲白劇場は年に一度映画館となった。プログラムは多彩な古典的無声映画作品であった。他の無声映画祭とは異なり、ここではもっぱらアンサンブルやオーケストラの伴奏付きで上演が行われた。いくつかの残されているオリジナル作品のほか現代の作曲による高品質の新たな作品を聴くことができた。4日間のフェスティバルは、 ビエンナーレとして構想されたが、その間の年には1日だけの古典無声映画による幕合が設けられた。通常のフェスティバルのプログラムには、映画の他に展覧会、演奏家、作曲家、映画専門家と聴衆との対話会、ほぼ24時間営業のライブ演奏のあるフィルムカフェなどが開かれた。2012年以降、無声映画音楽の日はニュルンベルクで開催されている。 エアランゲン市立博物館エアランゲン芸術宮殿市当局はマルティン・ドター広場沿いの旧市街市庁舎内にエアランゲンの歴史を紹介する市立博物館を開設しているフリードリヒ・アレクサンダー大学のアンティーク戦士時代、原始時代のコレクションが興味深い市内にはさらに2つの美術館があるエアランゲン芸術宮殿はマルクと広場沿いのバロック宮殿である シュトッターハイム宮殿内にある。この美術館は2007年に美術館旨と呼ばれる、箇所の大規模改修のために移転したが、2010年にここに戻され、改名された。芸術宮殿とエアランゲン私立コレクションの責任者は2015年からアメリーダイスが務めている。もう一つの美術館はエアランゲンアルカーデンのすぐ隣にあるレーベニヒの宮殿の美術館である。ゲバート通り、 エッケルイトポルト通りのムゼウム・ビンケルと呼ばれる一角のシーメンス UB メットの旧アリーナに2014年にシーメンスヘルシネイアス博物館が新設された。ここにはエルビン・モーリッツ・ライニガーのシュロス広場の作業所からシーメンスヘルスケアまでのシーメンス医療工学の歴史が紹介されている。日刊誌ではエアランガーなヒリヒテンにライバル誌はない。全国面は ニュルンベルガーなリヒテンと共通で、ニュルンベルガープレッセドルクハウスニュルンベルク出版が、漁師を観光している。エアランゲンのローカル面は、エアランゲンのローカル編集局で作成されるが、1998年以降、印刷は完全にニュルンベルクで行われている。ごく稀に、フレンキシャータークが見られる。この新聞のエアランゲンヘイヒシュタット群向けのローカル版には、 エアランゲンと記されているが、市内では、小売店や通信販売でしか入手できない。1976年1月から、左翼志向の月刊誌、バスレフトがあった。この雑誌は、地方政治のテーマや国際政治問題を取り扱っていた。新しいミレニアムの初めに運営団体は、ニュルンベルクフィルトエアランゲン向けに、新たな左翼志向の月刊誌、 ラウムサイトの創刊を決定した。この雑誌は2005年からインターネットのみとなり、同年に廃刊となった。それに加えて、限られた読者層向けの一連の雑誌もある。これらはその背景によって、内容、想定、出版頻度、部数が大きく異なっている。その範囲は、エアランゲン氏の広報誌から、地区の新聞、協会の解放に及ぶ。地区の新聞の例としては、 アルトシュタットフォーラムエアランゲンのアルトシュタットザイトングやビューヒーエンバッハのパズルなどがある。居酒屋や大学の施設で無料配布されている情報誌、風合やニュールンベルク周辺で観光されているタウン誌、ドッペルプンクトやカートのエアランゲン版がある。年に4回観光される機関誌、ヘルプストイコールザイトローゼは主にシニア向けである。シュトラセンクロイツァーは ニュルンベルクフィールトエアランゲン地域向けのストリート新聞で道路で配布されている。1987年2月1日からエアランゲン独自のラジオ放送、ラジオダウンタウンがあった。当初は1日9時間放送を行っていたが、その後1日16時間に拡張された。ラジオダウンタウンは超短波の周波数95.8メガヘルツをニュルンベルクの自由ラジオ放送。 ラジオ Z と共有していた。ラジオダウンタウンは特にフランケン地方のバンドに多くの時間を当てていたことで人気があった。例えば、フィドラーズグリーン、スローザッツ、ビートインザ・ギャベージカン、メーロンス・オブ・ネ・エミアー、JBO、ベルケン・オールスターズ、ケビン・コインといったバンドやミュージシャンが地域のチャートを通じてより多くの聴衆を開拓することができた。この周波数は 1995年12月3日から NRJ グループによりラジオ局エネルギー・ニュルンベルクに移譲された。本市の音楽生活は主に公益法人演劇及びコンサート協会エアランゲン及びサークルや大学の音楽活動によって優勢されている。1945年にアマチュア音楽家たちがエアランゲン室内管弦楽団を創設したエアランゲンには シーメンス管弦楽団ウェアランゲンが存在する。このオーケストラは1950年から年に3回コンサートを開催しており、市外からも聴衆が訪れる。ムジークロカールススタークラブのオーナーであるフランツゼーベルガーは1978年にマルク、ジーベルクとして Looking for ー Freedom という歌をヒットさせた。この曲は1989年に デビット・ハッセル・ホフのバージョンがドイツチャートの1位を獲得した。ミハイル・ホルムは1970年代に何度もドイツのトップイコールヒットを飾り、その後音楽プロジェクトクスコで何度もグラミー賞にノミネートされた。ヘビーメタルバンド JBO は4人のエアランゲン出身者で結成され、コンサートではブルワリー・キッズマンのバラ色ラベルのビールが販売されていた。 フィドラーズ・グリーン、ホイヤー・シュバンツ、ビュルビュル・マヌシュは、ドイツ全土で活動しているエアランゲンのバンドである。作曲家、ピアニスト、指揮者のベルナー・ハイダーは、エアランゲンに住んでいる。ジャズや、実験音楽の音楽家で作曲家の、クラウストロイ・ハイトもこの町の住人である。エアランゲンは、ベルリンのバンド、ホワイエ・デス・アーツの、ノイエ・ドイツベレに分類される年の、 流行歌、ビッセンスベルテス・ユーバー・エアランゲンのテーマとなっている。かつてリヒゼンドルファー・バイヤーのディスコ、ブラック・レディでディスクジョッキーを務めたこともあるギタリストで、音楽プロデューサーのクリス・ミケは1981年にエアランゲンでバンド、ミッドナイト・シャドウズを結成した。このバンドは、結成直後にサンダーと改名し、1985年までに多くの成功を収めた。 サンダーザレ・ジェンドは1997年に再結成した後、カントリーミュージック、ロカビリーの分野で活動を行っている。舞踊、民族フェストエアランゲン氏は1970年代から1980年代に市のレジャー化が組織した民族フェスティバルがとても有名であったが、このイベントシリーズはやがて完全に姿を消した。しかし、1998年から、 エアランゲンの民族フェストの伝統を引き継ぎ、2年に一度の国際民族舞踊フェスティバルが再開された。この民族舞踊フェストは、ワークショップで民衆の踊りを学び、ライブ演奏のタンツネヒテンで踊ることができる、ドイツでも数少ないフェスティバルの一つである。このフェスティバルは4月末から5月初めに開催され、タンツインでンイを含んでいる。毎回初めから、 重点テーマが様々な側面から検討される。3から5日間のフェスティバルは、クラブ、エアランガータンツハウス EV の会員や友人及び、シュテュデンテンベルクエアランゲンニュールンベルクのボランティアによって、組織、運営されており、ドイツ全土から観光客が訪れる。訪問客は、一方では、様々なダンススタイルについての情報を得ることができ、他方では、 関連分野の知識を深めることもできる。2002年には、エアランゲン千年祭の祝典の一環として、舞踊、民族、フェストが開催され、エアランゲンの姉妹都市のダンスが同じステージで一斉に繰り広げられた。1962年から1991年までと2006年から再び、エアランゲン氏は文化賞を授与している。エアランゲンには、 スポーツ連合エアランゲンに加盟する数多くのスポーツクラブが存在する。大きなスポーツクラブとしては TB1848、TB1888、SGS TB、SPVGG1904、SP FSV エアランゲンブルック、アツブ1898エアランゲンがある。TB1888 と SGS のそれぞれの水泳部門が合併して設立された。 SSG-81 エアランゲンは長らく成功の基盤を築いてきた。双子の兄弟であるビオルン・ツィカルスキーとベンクと、チカルスキーは1996年のオリンピックで銅メダルを獲得した。ニュルンベルクのハナ・シュトックバガーは2003年に3つの水泳世界上となった。テレーザ・ローマンは何度も国内外のマイスタータイトルを獲得し、ダニエラ・ゲッツはドイツ水泳連盟杯で、 多くの国際メダルを獲得し、他にも国際タイトルを保持している。若手も常にジュニアタイトルを手にしている。レーテルハイムバートの競技用水泳ホールは2004年に上級市長、ジークフリート・バライスの提案で建設されたもので、ハナ・シュトックバウアーハレと命名されている。しかし多くの市民や市議会議員が納得しなかっただけでなく、シュトックバウアー自身もこれに馴染むことができなかった。 TB1888 の陸上部門も大きな成功を収めた。1992年のオリンピックの110メートルハードルで銅メダルを獲得したフローリアン・シュバルトホフもこのクラブで育成された選手であった。エアランゲンにはハンドボールの長い伝統がある。1990年代には時には2つのクラブがブンデスリーガ・ニブナンブ地区でプレーした。 CSG エアランゲンと HG エアランゲンである。後者は TB1888 と TB1848 のそれぞれのハンドボール部門が合併して設立されたクラブである。2001年シーズンの後、HG がニブリーガから陥落した。2001年に CSG と HG が合併して HC エアランゲンが結成された。このクラブは2003。 レインシーズン以後レギオナルリーが南部に降格した。このクラブは2007、8年シーズンにブンデスリーガ2部に昇格し、2014年には初めてハンドボールブンデスリーガに昇格した。コスバフ8区にはライトクラブエアランゲン EV の旧車とババがある。その他のスポーツもエアランゲンでは古くから楽しまれている。 タンツイコールトゥルニーア・エアランゲンは1949年に設立されたバイエルン州で最も古いダンススポーツクラブの一つである。このクラブはバイエルン州ダンス競技連合の設立メンバーの一つである。1890年1月15日に設立されたドイツアルペン協会のエアランゲンセクションは会員数9432人のこの町最大のスポーツクラブである。 このセクションは、エッツターラーアルペムのエアランガーヒュッテ、フレンキシェアルプのアーテルスホーフェンのファルケンベルクハウス、エアランゲンレーテルヘームパルクシクのデイブ、クレッターツェントルムを、管理、運営している。2009年のベルクキルヒバイ2015年の、エアランゲン詩人祭メインステージ、国際人形劇フェスティバル、国際コミックイコールサロン、エアランゲン詩人祭は、2000年頃に、 資金不足から存続の危機に瀕した。少なくとも、後者二つは、新しいスポンイコールコンセプトによるものもあったが、特に国際コミックイコールサロンによって、ホテルや飲食店が、記録的な売り上げを得られたことから、市の支援を得られるようになった。エアランゲン城の上館庭園と、本館東、ファサードエアランゲン大学旧館、ランガーヨハンウンが記念碑。パウリの泉市内を呼び、市区には、 数多くの泉がある、アロマガルテン、エアランゲン旧市街の境界広場防連、広場旧市街墓地の葬儀場エアランゲンは、フォイアーデスアーツの1982年の歌、ビッセンスベルテス・ユーバーエアランゲンで、連邦中に知られている。マックス・ゴルトの詩には、エアランゲンに実在するものが直接表現されている、わけではない。むしろ、 エアランゲンという名前はドイツの任意の都市の代表として提示されていると考えるべきである。このタイトルの文言はエアランゲンと関係のある記事の見出しとして報道関係者がよく用いる。エアランガーベビー大学病院で1992年に起こった事件によってエアランゲンは連邦中の新聞の見出しに登場した。交通事故にあった19歳の妊婦が 脳死状態となったにもかかわらずその胎児を救うために人工的に生命維持がなされた。この措置は成功せず、胎児は数日後に自然流産で死亡した。この事件に関する広範な公共の議論が起こったことからドイツ語協会は1992年の言葉の一つにエアランガーベイビーを選択した。エアランゲンのもう一つの顕著な特徴は、 学生組合が多いことである。この街には攻撃的、非攻撃的、政治的、非政治的な男子学生の団体が18ある。エアランゲンの作家トビアス・バハマンは2006年に発表した SF 小説デアンターガーング・デアスタット・エアランゲンで風刺的で奇抜な方法で故郷を描き出した。彼の小説では巨大な鳥のような動物が映像場所として ヨグノオトシを選び、廃墟となったエアランゲンを見る。ここでは、霊障主義は隠蔽されていない、施設局の煙突がへし折られ、いくつかの構造ビルが崩れ落ちている。結局のところ、鳥たちはこの町の建築の醜さに対して過度な食欲を持っているようだ、と私は思った。物語の最後に全てが好転した時にも、歴史が幕を開ける事実は残っている。 フランケンにも将来はない。1945年2月24日、新衛隊のダンツヒの新衛隊監獄からダッハう強制収容所への移送途中に、南チロルのカトリックの平和主義者、ヨーゼフ・マイヤー・ヌッサーが死亡した。彼は1944年に強制的に武装新衛隊に入隊させられ、軍機への忠誠宣誓を拒否したため、 国防力破壊工作の罪で起訴され、処刑されたのであった。ハンマーバヒャー通り11番地の社会教育学専門アカデミーは彼の名を冠してその栄誉を称えている。ベルナー・ロールレベルクの記念碑この街を戦闘することなく降伏させたドイツ国防軍中佐、ベルナー・ロールレベルクが死亡した場所に彼を記念する記念碑が混流されている。2024年に エアランゲンのベールミュール・インゼルと、グロース・パルク・プラッツ・ゲレンデで,で、集停演博が開催される予定であった。住民投票で、住民は、集停演博反対の意思を示した。エアランガー・ビール、キッズマン・ブルワディ・ナイの酒場・カールマイの小説、ドゥー・イ・ヒダズ・ラント・デア・スキピタレンから、よく引用される一説がある。主人公から、ベンネムシが出会った、東洋人は、ドイツについて、真っ先に、 乳幼児でさえビールを飲む街、エランカを思い起こしたというものである。事実、かつて約30件のブルワリーがあり、早くからドイツの鉄道網に結ばれてビールが熱心に輸出されていたエアランゲンは19世紀にはビールの街として国際的名声を得ていた。現在もアメリカとスウェーデンにエアランガーという名前のビールがあることがこれを示している。かつてのエアランゲンでは すでに市の創設期から、旧市街の各市民がビールを醸造する権利を有していた。旧市街にデマインブロイハウスがあり、市民が利用することができた。この醸造所は、集団を挟んで1813年まで運営されていた。30件あったブルワリーのうち、現在3件だけが残っている。キッツマン及び2件の再開されたブルワリー、シュタインバッフとベラーである。 衰退の原因は1920年代の世界経済危機に加え特にエアランゲンの醸造業者が近代的な冷却技術によって生産効率を向上させる技術革新を怠ったことにある。ミュンヘンではすでに電気冷却が行われていた時代に彼らはブルクベルクの地下倉庫に頼っていたのであった。ゼーバルト・ハイデンゲ・オルクジー・ボン・オム・エミーネーター エミール・フィッシャー・ハンス・ガイガーこれらの文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり日本語版作成に際し直接参照してはおりません。現代ドイツ語ではグローセーアランゲンで、すなわちオーエアランゲンを示している。アーランガンは都市名のエアランゲンと 獲得するという意味を持つ動詞エアランゲンとの両方に解釈でき、自然のままのエアランゲンと自然のまま手に入れるとのダブルミーニングになっている。ありがとうございます。